こんにちは、はじめしゃちょーです。私の家には様々なお客さんが今までたくさん来てるんですけども、今回はマジですごい方たちが来ております。どうぞ！どうぞ！かっこいい！すいません、すいません。はい、というわけで、ジャニーズジュニア美少年の皆さんでーす！一回顔見ていいですか？かっこいい！やばい！本当にかっこいいですよ。自己紹介の方よろしくお願いします。はい、美少年の最年長の19歳です。藤直樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高校3年生17歳、美少年のラスイートです。お願いします。イエーイ。高校2年生美少年の岩崎大衆です。お願いします。よろしくお願いします。美少年の金指一世です。高校1年生です。お願いします。お願いします。高校3年生特技はアクロバットです。浮所飛貴と申します。お願いします。佐藤龍我です。16歳です。高校2年生です。好きな食べ物は梅干しです。はい。いい。お願いします。みんな若いね。平均年齢が大体 16.8 歳とかでした。うわ若っ。俺26だよ。いやいやいや、かっこいい。イケメンすっごい。君たちに言われてもな。けど僕ですね、26なんですけど、精神年齢は多分皆さんと同じぐらいなんで、軽く絡んできてください。今日はお願いします。お願いします。今日は何とお呼びしたらいいなんかいろんな呼び方されるんですよね。社長って呼ぶ人もいたら、はじめさんって呼ぶ人もいるし、はじめんって呼ぶ人も結構いろいろいるんですけど、でも後輩からはじめさんってよく言われてるんで、そしたらはじめさん。お願いします。一回ちょっとみんなで呼んでもらって。はい、お願いします。せーの、はじめさん。俺これファンに殺されねえか。大丈夫かな。というわけで今日何やかんや初対面なんで、お互いのこと知ろうみたいな感じ、かつかといってやっぱりあいつを呼ぶか。来い来い。というわけで美少年の皆さん、 YouTube 界にもアイドルというものが存在していて、ここにいる私はじめ社長と佐世面です。どうも。ここが YouTube のアイドルなんですよ。どうですか、イケメンでしょう。はい、もう僕と縦面は身も心も一応アイドルなんで、まあ今日は皆さんにそのアイドル的なものを学びたいと思いつつも、我々も負けてないと思うんで、ホワイトボード準備してあります。で、何個か質問とか書いてもらうの考えてきてるんで、言ったお題に対してアイドルっぽく書いていただけると。わかりました。なるほど、わかりました。甘酸っぱい感じというか、はい、縦面と僕もほぼアイドルなんで、書いても皆さんと同じような答えが書かれると思うんですよ。ほぼなんでこう皆さん書いてもらってランダムにして、縦面が書いてるのがどれかって分かんないんですよ。っていうのを僕が当てます。はい、当てますっていうか、もう当てれないんだけどね。皆さんの回答も見てアイドルというものも分かるし、縦面が書いたのがどれか分かんなかったらアイドルだし、逆にここが入れ替わって僕が書いてもアイドルっぽい答えだったら分かんないと思うんで、そしたら僕もアイドル。アイドルです。みんなアイドルになる。みんなアイドル。そういうのを書きながらね、美少年の皆さんのことも知りながら、僕たちもアイドルのことを学んで、いきましょう！よっしゃー！ちょっと人数が多いので、4人に聞いてみましょうか。この4人が今から答えて、書いたのをここ4人見ないようにしましょう。バーンって伏せて、俺たちでどれが縦面のやつか当てるっていう。はい。はい。1問目。好きな色は何ですか？おー。これちょっと、これ、我々見ないようにしましょう。はい。皆さん、アイドルっぽくお願いしますね。アイドルっぽく。これアイドル性問われますよ。書きました。はい。さあ。書きました。ちょっとだけシャッフルしてください。はいはい。ありがとうございます。じゃあ後ろの人見ましょう。はい、はい、これで今どれが誰のか分かんないんで、こっから俺たち4人で協力してどれが縦面のか当てていきましょうか。はい、分かりました。1個ずつ見ていきます。はい、それからちょっと、はい、オープンします。はい、はい、オープン。でん、インペリアルレッドです。なるほど、インペリアルレッド。インペリアルレッド。でもかっこいい。かっこいい。かっこいいですね。次行きますか。はい、はい、行きますよ。はいはい。おー、なるほど。文字も綺麗。文字綺麗。英語で書いてる。英語で書いてる。おしゃれ。次行きます。オープン。ピンク。あー、ちょっと字見せて。字ちょっと。あー、かわいい。はい、丸っこいっすよね。かわいい。かわいらしい。次行きます。ドン。ピンク。おお、なるほどなるほど。どうぞ。これでもうちのメンバーに、メンバーカラーがこの子ブルーで、彼ピンクなんです。ああ、だからブルーとピンクは1個ずつは多分誰かメンバーが書いてると思います。そこ確定だね。だからあと残りのピンクとインペリアルレッド、これちょっと違うんです。マジで全然わかんないです。俺もわかんないです。インペリアルレッドって書いたっぽいな。そう、いや、いや、僕も正直インペリアルレッドは怪しい。怪しいよね。聞いたことなかったです。
ないよね。というわけでこの中で美少年が書いてない答えは、せーの、インペリアルレッド書いた人、はい、だろうな。次4人変わりますか。はい、次この4人が答えて、後ろの4人が誰が初め社長が書いたかを考えてみてください。はい、なんか先ほど聞いたんですけど、美少年の皆さんキャッチコピーみたいなのがないって聞いたんですよ。ないですね。ないです。逆に今キャッチコピーをもし作るとしたら自分のはどんなんなんだろうみたいな。なるほど。ちょっとじっくり考えてもいいんで書いてみましょう。はいはい、はい、じゃあ後ろの方隠れててください。はい、よし、できました。できました。シャッフルしますか。はいはい。よし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 、オッケーです。はい、はい、よし、早速見ていきますか。はい、せーの、てん、スーパーキラキライケメンアイドル。おー、はい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 、めっちゃいい。これ王道な感じがね。そうですね、うん、かわいいですね。かわいいね。ちょっといます。はい、てん、イケメン集団B ねえ、あのすみません、美少年の書消えた。おしゃぶりしてる。凝ってますね。凝ってますね。周りどうしたこれ。すごい賑やか。おおって書いてある。賑やかだね。今のとこ分からんぞこれでも。分からないですね。分からない。いきます。はい、てん、目指すは美少年、キラキラ輝く美少年。おお、最後いきますね。お願いします。はい、イケメンサイボーグ殲滅部隊万事光学機動特殊アイドル美少年。すごい特殊。いやー、すごい。どうですか。どうなんですかね。やっぱはじめさん、あのカードゲームとかやってらっしゃるので、結構そういうのに出てきそうなワードが多い気がするんですよね。出てたんじゃないかなっていうね。迷いますね、これは。迷うな、これは本当にわからん。僕もそう思いますね。自的に。はははせーの、4枚目。あ、僕なんですけどね。いや、惜しいとこまで来たんだけどな。いや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 、俺は好きですけどね。次はですね、趣味は何ですか。趣味、趣味。なるほどなるほど。これも皆さんの趣味じゃなくて、アイドルっぽい声になるよ。なるほどなるほど。ちょっとアイドル性試しされてるんで。確かに。全員おりました。はい、シャッフル。はい、はいはい、はい、さあ、行きましょう。はい、おめん、アロマオイル。アロマオイル。おしゃれだな。おしゃれだな。おしゃれですね。一つ目いきます。はい、ドン、タピカツ。あー、じゃあ続いて、はい、行きます。はい、じゃん、ニコニコ生きる。ニコニコ生きる。ニコニコ生きる。趣味なの。でもニコニコっていうのは確かにアイドルっぽい。アイドルっぽい。アイドルっぽい気がしますね。最後いきます。じゃん、ギター。おー、これ分からんの。待って、ギター。ギターはちなみにうちのメンバーの金指が。おー、なるほど。僕的に引っかかってんのはタピカツとニコニコ生きる。そう、アロマオイルは。アロマオイルは確か藤井くんが趣味だった。あ、そうなの。ガチでアイドルじゃん。これ多分縦面タピオカすごい好きだったんで、タピカツなんですよこれ。それで、じゃあそうしましょう。せーの、タピカツ正解です。次いきましょう。では4回戦目いきましょう。はい、学校で告白するとしたらどこがいいですか。おおおおおおお、これアイドル性だね。アイドル性シチュエーションですね。こうどう想像できるか。では皆さん隠れてください。はい、よし、シャッフルしましょう。シャッフル。よーし、よし、できました。ではまた左から見ていきましょう。せーの、でん、文化祭での発表会で告白。わー、すげー。みんなが見てる前でってこと。そうですね。あれ、お願いします。はい、どうぞ。はい、いきます。でん、全校集会でみんなの前で好きな人へ。わあ、相当気持ちだったり無理っす。そうだね、これはアイドル性だね。これ昔俺の中学校でやった人がいたんですけど、先生にめちゃくちゃ怒られてました。次いきます。はい、音楽室に呼び出し、打楽器でモールス信号を愛してるのサイン。凝ってる。アイドル性はありますね。アイドル性ありますね。本当に持ってる。じゃあ最後いきますね。はい、こちら。はい、体育祭が終わったグラウンドのど真ん中。ああ、難しいな。見当つきますか。まあなんとなく、なんとなく、なんか、なんか人だけ特殊すぎる。そうかな。指差しますか。じゃあどれか。はい、せーの、僕ですね。次行きましょう。はい、はい、第5問。目の前に美女が涙を流しながら倒れていました。あなたはなんて声かけますか。
普通だったら多分大丈夫ですかっていくと思うんですけど、そこをいかにアイドルっぽく。そうっすね。シャッフルしますか。はい、シャッフルします。はい、はい、はい、では見ていきましょう。はい、オープン。はい、ドン。大丈夫、涙じゃなくて僕と一緒に笑顔の涙流そっか。ダメー。これはいいよ。やばい、やばい、これはこれはやばい。惚れちゃう、惚れちゃう。誘った上に一緒に進む感じがまたやばー。じゃあ行きますよ。はい、ドン。泣くな、強く生きろ。とこでところでところで君の名は。ナンパしてんじゃないか。強く生きろ。これちょっと嬉しいかもしれないですね。続いて行きましょう。はい、じゃん。どうしたの、君は涙より笑顔の方が100倍美しいよ。おーいいー、いいっすね。最後いきます。はい、ドン。どうしたの、自分、あなたが大好き美女、一緒に帰ろうか自分。あ、ちゃんと役まで、役までしっかり向こうの返しまで来てますね。泣いてる人からいきなりあなたが泣いてる。いやー、これはむずいわ。でもなんか似たくな気がするんだ。そうですね、ここ2つはもう1枚目と3枚目はすごくアイドルっぽいなと思った。アイドルっぽい。いやー、ここっぽいなー。なんとなくでもこっちな気もするんですよね。そうですね。こっちで行ってみます。こっちで行きますか。オッケー、行きますよ。縦面の答えは、せーの、これです。正解、僕です。おお、これあ、これ僕です。そうだったね、やっぱりな。これは誰、すごいかっこいいと思う。これは俺が。あー、やばいやばい。答えしますか。はい、最初。ではラストの質問です。皆さん曲とかよく歌われると思うんですけども、もし自分が曲を作るとしたらどういう題名にしますか。うわー、難しい。難しいな。ラブソングです。ラブソング、ラブソングです。なるほど。それ美少年の歌でいい題名の曲とかありますか。ラブソングっぽいの。ラブソングっぽいあれね。ねえもっと、ねえもっと。うわー、いいなそれ。そういうのですね。できました。じゃあシャッフルしますか。はい、はい、シャッフルできました。はい、できました。さあ、締めていきましょう。はい、さあ、今この星のどこかにいる君へ。よい、よいよいよい、落ち着いたバラードっぽい気がする。そうそうね。でもなんか若干切なそう。切ない感じの。じゃあ次行きます。はい、オーイエーイエスワンツーサンボン。うわ、ハバナアイスデイ。これはあの、ツッコミづらい。あ、なんかノリはアイロンっぽい。夏っぽいね。あー、軽い感じが。確かに夏っぽい。バカそうだね。はじめさんかもわかんないけど。まだわからない。ダメだね。続きます。はい、しているのに。わあ、はい、しているのに。これも切ないですね。切ない、多分。のにっていうのがね、バナトっぽいですね、これも。あー、なるほど。じゃあ最後いきますか。はい、こちらです。はい、君の肋骨に、露骨にロックオン2、オツオツ。どういう、いや、良さそうですね、これ。まあまあまあ、良さそうですね、これも。これ書いた人すごいですね。すごいですよ。ピンポイントに肋骨に愛を込めてってところが、このアイドル性感じます。こっちの方がバカでしたね。やめなさい。さあ、どれが僕の答えでしょう。肋骨って漢字付け編に6じゃないですよね、肋骨。さっき6じゃないって時に、はじめさん、あって言ったんで。余計伸ばさなかった。あー、そうか。あー、ってことか。まだわからんからね。まだわからん。さあ、どうですかね。の、ドン、ドン。正解です。